はいこんにちはヒカリですえでは今回は稼げないのは稼げることをしていないからという話をしていきたいと思いますえこれですね本当に当たり前なんですけど稼げない稼げないって言ってる人たちっていうのはそもそも稼げることをしていないんですねこれ過去の自分もそうだったんですけど全然稼げなかった時っていうのは そそもそも稼げる行動をしていなかったんですねなので収益がゼロっていう状態が続いてしまっていましたでビジネスっていうのは、まあ、しっかりですね一から学べればですねお金を稼ぐっていうことはそこまで難しくないんですねえなんですけど、まあ、知らないがために全くですね稼ぐこととは全然違う方向になんかがむしゃらに頑張ってしま,ってしま,う,しまうという まあ状態を引き起こしてしまうので、まあ今回はですね、ビジネスにおいて、まあ、超基本となることを話をしていきたいと思います。で、私はですね、あのいつもメルマガとかえブログでもそうですけどえ、お金を稼ぐためには正しい知識を入れて正しい行動をすることが大事という話をしているんですね。で、ビジネスのえ極論を言うと。 人を集めて物を売るだけなんですねこれすごく大事なことを言ってます人を集めて物を売るだけの話ですでまあこのですね人を集めて物を売る上でですねその人を集めるために興味付けをしたりだとか物を売りやすく売れやすくするために信頼をつけるっていうのが入ってくるんですねえけどまあ極論言えばこれだけなんですよ人を集めて物を売れば お金っていうのは稼げるんですね。けど、この稼げない人たち、収益が出ない人たちっていうのは、この人を集めて物を売ること以外のことをやってしまっているんですね。えなので、稼げないっていうのは当然のことなんですよ。えまあ売り上げに上がらない行動ですね。売上につながらない行動っていうのは何かというと、例えば資格とかそうなんですよ。資格取っても稼げないですよ。 まあよくトイックを取ったらなんか会社の給料が上がるとかなんか今後にとって役に立つかもみたいなっていうので、まあ、取る人って多いと思うんですけどトイックをじゃあ取る時間とか、えー、そのお金のコストっていうのを考えるとじゃあ自分の今の給料が2倍3倍になるかっていうといやそんなにいかないですよね。 会社員の方で1ヶ月で月給料が倍になるっていいうことはあり得ななですよねなので、まあ、資格をや稼ぐために資格を取るっていうのはもうかなり遠回りの行動してしまっているんですね。であとは、まあ、例えばブログのデザインを頑張るとかこれも人を集めて物を売るっていうことにつながっていないですよね。 なので、デザインを凝ってる暇があったらえ、もうさっさと人を集めて物を売ってしまった方がいいんですね。これ過去の自分も、このブログのデザインになんかこだわってる時があったんですけど、もう全く収益出ないので、もうさっさとやめました。であとはえ、本読むとかですね。本読むって一見いいんですけど、よくえ月になんか100冊読みましたみたいなことを言ってる人いるんですけど、読むだけじゃダメなんですよ。 読んで外に出さないと意味がないんですねだって人も集められないし物も売ってない状態だからですねなので本を読むだけでは売上げは上がらないのは当たり前なんですねあとはセミナーで話を聞くとかですねこれも知識を入れる分にはいいんですけどこれだけではダメですよねじゃあ売上げにつながる行動っていうのはどういったことをすればいいかっていうとじゃあ本を 100冊読んだのであればそれを全部レビューにして簡単にでもいいからレビューににしてブログに書けばいいんですよあとは、まあ、ブログをあーブログじゃない、えー、と本を読んだらそれをまとめて動画にアップすればいいだけなんですね。で、まあ、そこのなんかアフィリリンクですね動画の YouTube の概要欄だったりあとはまあブログのね記事もそうですけどそこで本を紹介すればいいんですね。そうすれば、まあ、人を集めてますよね。 ブログを書くことによって、まあ、最初の方はアクセスっていうのは来ないですけど SEO 的にはけど SNS とかインスタとか、えー、Twitter であれば、えー、人を集めることっていうのは可能なので人を集めて物を売るっていうことが、まあ、これ形になっているので、まあ、売り上げが出るっていう簡単な話なんですよ本当にであとはセミナーセミナー聞いたのであれば自分でセミナーそれすればいいんですよセミナーをもう本当にアウトプットしてやる俺が、えー、私が、えー、次は 教える側になるっていう気持ちで本気で聞くんですよね本気でメモるそうするといや本当にできるようになるんですよ本当に真剣に聞いてメモしてっていうのであればそれを全部勘コピして話すことはできます絶対にできますえなのでこれもですね聞いてるだけではダメなんですね聞いてるだけではダメで聞いたことを外にアウトプットすることによってセミナーを 例えば最初はまあ無料でもいいですよ練習がてらに無料でしてやるとかあとはなんかだんだんと1000円とかっていうのであれば、まあ、参加してくれる人もいるのでえこういったのを売上げにあこういったのが売上げにつながる行動なんですね。えなので、まあ、この稼ぎない人たちっていうのはこのそもそも売上げにつながらない行動をしているんですね。なんかアフィリエイトの報酬を毎日チェックしてみたりだとか g メール l 見たりだとか。 SNS 見たりとかテレビ見たりとか当たり前ですよね人を集めて物売ってないんだもんっていう稼げないのは稼げることをしていないからなんですよね、まあ、あとはこれ恋愛に例えるとわかりやすいと思うんですけどこの恋愛で、まあ、成果が出ない人っていうのは、まあ、これやってないんですよねなんか髪自分のなんか髪型をめちゃくちゃ気にしてなんか美容院行ったりだとか服装を気にしまくって どっかないろいろ買い物に行ったりだとか、まあ、女性であればなんかネイルにこだわってみたいな、まあ、そんなことしても成果につながらないじゃないですかそこを男性は求めてない、まあ、求めてる人もいるかもしれないけどそこじゃないのは分かりますよねまず大事なことっていうのは、まあ、そういった男性とか、まあ、女性もそうですけど、えー、そういった人たちと出会える環境に自分を置いてそこでまあ告白していけばいいんですよ、まあ、告白じゃなくても まあ、メールアドレスとか LINE 交換をしてそこで連絡を取っていって、まあ、外に出してますよねそれってで、まあ、デートをしてえ告白すればいいんですよそうしたら絶対成果出るじゃないですかなので、まあ、ビジネスにおいても恋愛にもそうなんですけど、まあ、そもそもですね、まあ、今回話をしたえビジネスにおいて稼げない人っていうのは稼げることをしていないからなんですねははいでは今日はですねあのかなり あのビジネスにおいて基本となるところを話をしたんですけど、本当にこの人を集めて物を売るだけなんですよ。難しくないんですよ。これってけど、なんか難しく考えちゃって。 なんかしお抹切なこととかをやり始めちゃう人が多いなっていう印象を受けたので今回話をしてきましたで具体的にですねじゃあどうやってやっていけばいいかどうやってまあ自動収益となる仕組みを作っていけばいいかとかっていう話はえメルマガの方で話をしているのでえそっちの方に登録してもらえばと思いますはいでは以上です